ギリシャ覚悟しました。前科は学生の時だけだと思う。ちょっとそれは言わない。本物のやつは言わなくて。何もしてない、何もしてない。いや、その格好もそうだしね。え、なんで、うん、何、どういうこと。格好もそうです。もうちょっと罪状認否はね、もう、はい、逆にな、どういう格好してるんですか。どういうこと。俺、マジで分かってないんやけど、何の話。はい、浅井さんはですね、はい、何、はい、浅井さんは釣り好きと見せかけて、え、うん、仕事を取ってくる。違う、アイドルです。違う、詐欺です。なんでや、釣り好き、わし釣り好き、根っからの釣り好きです。聞いてる、聞こえてる。いや、詐欺です。なんで、詐欺じゃない、詐欺じゃないですよ、詐欺じゃないです。私デュエルという番組をやってる根っからの釣り好きアイドルですから、その番組を撮るための釣り好きに見せかけてる、うん、詐欺が、完全な詐欺ですからね、はい、どういうこと。ちょっとまだ分かってないねんけど、どういうことですか。何ですか。いや、例えばね、なにわの暴走アイカップ、お魚を爆乳で殺すこと、男じゃない。釣りを始めたきっかけなんか、じゃあ教えてもらっていいですか。きっかけは、あのこのデュエルっていうそのメーカーの番組からなんですけど、去年の2019年34月ぐらいからですかね。3、4月に始めたということで、はいはい、あなた自身の気持ちで始めたわけじゃないんですね。そうですね、そうですけど、もうこの時点でもう容疑かかってます。なんで、なんで、はい、きっかけよ。じゃあ、あなた釣りの仕掛けとか、はい、竿とかリールですけども、はい、大体どうやって手に入れました。それをどうやって手に入れました、うん、どうやって手に入れました。ここにこう書いてありますけど、ちょっと待って待って、ね、これ、うん、自分で買った。嘘つけ嘘つけ。もうここにはほとんどもらい物と書いてある。やめて詐欺です。はい、詐欺です。はい、詐欺の容疑です。違います、自分でも買ってるし、もらってますよっていうことですよね。ほとんどもらい物しか書いてありませんよ。今回ですね、あなたがこうやって容疑をかけられて、じゃあちゃんと我々と釣りをしてもらって、これがある一定の水準にいかなければ、もう全てにおいて釣りが好きとかプロフィールから釣りという言葉を消していただきたい。それはできません、できません。それはできません。なんだ、できませんっていうのは。いや、もうこれはもう全てにおいて、こちらは釣りという項目を削除して、ほんまにやめてください。今あのスケジュールの8割全部釣りなんですよ。それだけだったら、それがね、釣りを、もう釣りを利用して仕事をしてるだけで、違います、本当に釣り好きかどうかなんて分かりませんもんね。本当に釣り好きなんです。私7月から自分の番組もやるんですよ、釣りの。その釣り好きを YouTube で、あのデュエルの、このデュエルのチャンネルから、浅井亜美、亜美ちゃんもっと釣りたいっていうのを。やめろ、宣伝はやめろ。亜美ちゃんもっと釣りたい。宣伝やめろ。浅井さん ね、本当に怪しいんですよ。なんで、ね、やめて、ね、ほんとやめて。吉野さんが一番仲いいから、それ言ったらマジでやばいから、ほんとに釣り好き警察としてちょっと教えてください。ほんとやばい。吉野しおみちゃんと一番、あの行くことが多くて、本当やばい、本当に怪しくて、私結構あの釣りオフ会って言って、うん、船を行って借り切って、うん、あのファンの人と釣りのイベントとかやるんですよ、うん、そういう時にたまに来るんですよ、うん、それでアマダイっていう釣りをする時だったんですけど、うんうん、なんか書いてありましたね、アマダイってね、ここにね、アマダイの釣りの時に、うん、天秤っていうこういうなんか仕掛けがあるんですけど、うん、こっちに重りがあって、こっち側に餌があって、はい、うん、その仕掛けを反対、もう裏表逆みたいな感じつけてて、これはもう完全にやってますね。違います。私はもともとルアーっていう疑似餌のメインなんですけど、吉野純美ちゃんは
餌釣りのメインなんで、そちらをよく教えてもらって、うん、ちょっと分かってなかっただけなんですよ。いやだからもうその時点でもう嘘の釣りをやってます。嘘じゃない、はい、嘘じゃない。釣りをね食い物にして、でそれでもう仕事をしてるんじゃないかって。じゃあほんまに違います。なんか分かんないですけど、釣りを食い物にしてるアイドルみたいのもいるでしょ。いる、めっちゃいる。許せないでしょ。許せない。例えば誰ですか。ちょっとやめて、ほんまにやめて、それは言えない。ほんとに言えない。ほんまに言っていい、マジで言っていい。じゃあ行けましょう。いや、マジで、マジでいい、マジで言っていい。じゃあマジで言っていい。マジで行きましょう。マジで行きましょう。行けるんで、行けるんで。マジで言っていい。マジで行きましょう。マジで言っていい、ほんまに。言えないからね。ねえやめて、ねえやめて。ちょっとほんと言えないよ、これマジで。例えば誰ですか、例えば。いや俺はもうこれね言っちゃったらもうセクハラモラハラに当たりますからね。ね、はい、こういうのはもう見せられない。いや本当本当言えない、マジでやめて、やめて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 、本当やめて、危ない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 。じゃあもう今口だけ押さえておけば、うん、ピーが入りやすいんですから。ほんま、誰かっていうのだけ。誰ちょっと好きなんですよね、本当に釣りは。大好き、私は大好き。ちょっと釣りを食い物にされたらこっちはもう許せませんからね。そうですね、はい、任せて、はい、検証するんでしょ、今から検証しますよ、これは、はい、任せてください。まあ、はい、今容疑がかかってるぐらいですから大丈夫です、はい、はい、もう、うん、絶対に逮捕されないです、私は。大丈夫ですか。大丈夫。もうちゃんと魚に関する、例えばもう今までの彼がね、ちょっともう、ね、地獄のようなエピソードトークがあるんですけど、ね、私これ読まれるって知らんからねえ。ちょっと吉野さんこれ読んであげて。ねえやめて、ほんとに。うん、ま、あの、あなたはマグロですかっていう質問に対してマグロじゃないですって書いてあるんですけど、うん、元彼にはマグロと言いふらされてるマグロなんですか。あなたはマグロですか。マグロじゃないけど、マグロかもしれないっていう。マグロの容疑もかかってる。マグロの容疑、ね、まあ、2つの釣りがマグロじゃないから、私はマグロじゃない。マグロ釣った時、まあ、こうたまたま松方弘樹さんが通りかかったら、はい、マグロと自分のおっぱいとどっちにしますか。どっちもですおい、釣り好きだったらちゃんとマグロを見せるでしょう。いや私本当に爆乳暴走アイカップって言われてるんですよ。だからあのしっかりおっぱいだけはでかいんですよ。いや出さんでいい取るんじゃないここをもうリアルに取るんじゃないの。寄せるな、はい、じゃあおっぱいだけはでかいっていう、うん、いい、今はやめてくださいよこれ、まあ、今回ですね、うん、朝山さんが容疑者ということで、はい、本当に釣り好きなのかどうかを検証するミッションを行いたいと思います。おー、やってきますよ、はい、本当に、うん、今回はですね、うん、あの大原に来てるということで、うん、3人でイサキを30匹釣り上げるというミッションです。これがいかなかったら全てにおいて釣りっていう項目から削除してもらいますからね。いや、ちょっと待って、イサキなんて余裕ですよ。言いましたね、イサキ言いましたね。怪しいなぁ。いや、これは本当に。いや、でもそんなん言ったら容疑かかってますからね、イサキ釣りの時に。なんで容疑かかってますか。吉野さんと一緒にイサキを釣りに行ったんですよ、はい、静岡のイサキってすっごい美味しくて、はい、脂乗ってて黄色いイサキって言われるぐらい脂乗ってるんですけど、うん、朝行ったら大雨で、うん、吉野さん釣り一回もせずに、うん、したよ。ずっと寝てた、ずっと寝てたじゃん。したよ。でも気使って、3匹ぐらい釣ったもんだって。いや気使って私はもう、あ、もうこれはダメだなって思って船長にも帰りましょうって言って、私港一緒に帰ってあげたんですよ。したしたした。これはちょっと危ないですよ。吉野さん、初回からこっち側がダメな感じはちょっとダメですからね。いや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 、よく言うよね。ね、これはもうちゃんと検証しますから、はい、イサキちなみに私は一回も釣ったことありませんけど、だって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 。一番良いくなってるじゃないですか。何やってるんですか。餌釣りピンとこなくてちょっとやっていきましょう、これは。はい、大丈夫です、ね。
ね。30匹3人で、はい、いや、よいこれ行かなかったら浅井さん全部において項目で釣りを消してもらいますからね。ほんまに嫌やけど、ほんまに余裕、私はもう絶対に釣るから大丈夫。一人で30匹釣っちゃいますよ。なんなら言いましたね。言いましたね、うん、全然いけない。マジでやめてもらいますからね、釣りを食い物にしている。ね、あんまり言わんといて。ね、何回も言わんといて。釣りを食い物にしているアイドルということだ。ね、釣りを食い物とか言わないで。してないんや。誰かになっちゃいますか。ねえ、ねえ、言わないで。何でしたっけ。ねえ、言わないで。待って、待って、早く始め。大丈夫。皆さん、オッケー？行きましょう。行きましょう。するぞ。イエスイエス。ミッションスタート。スタート。捕まえますからね、マジで。よし、行ってまい。食ってない？21から何？じゃ結構浅いですよね。浅いですね。これ食ってない？これ食ってない。手がかり、手がかり、下まで落としちゃダメ。下まで落としちゃダメ。この糸にははい色がついてるでしょ。はいはい。10メートル一色になってるんですよ。はいはい。いや、もうどこついてる、これ。もう一回あげてください。一回あげて。これぐらい全部全部回収。はい。あれ、鈴木さん大丈夫ですか？にわかじゃね。いや、全部あげてくれって。着底して、あれ食ってねえかなって言ったら、もう根がかりしてるって言われて。ねえ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 、私んとこにくっついてんじゃん。なんでお祭りしてんのよ。ごめんなさい、ごめんなさい。やだ、ほんとやだ。それでだ。なんでだろうと思ってたら。ねえ、こっちも来てんですけど。ねえ、三つ、三つ。ねえ、鈴木さん。ごめん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 。最低。最低。じゃあちょっと。ヘルプが必要な時に。はい。はい、終わりました。もうヘルプです。なんだよこれ、ぐちゃぐちゃじゃねえか。鈴木さん。なんなんすか。よ、話してよ。もうちょっと後からやりゃよかったね。ちょっとじゃあ一回教えるね。はい、一回教える。すいません。嘘でしょ。店長が必ず銀座だというアナウンスをします。はい、ゲットー。イエーイ。引いても引いても。待って、お祭りしてない？でもやってますよ、もう。